IBM PC DOS 1.1のユーザーマニュアルと5.25インチディスケット IBM PC DOS は IBM が1980年代から2000年代はじめにかけて供給していた IBM PC 向けの IBM 公式版 MS DOS である。もともとはマイクロソフトの MS DOS に OEM で IBM ブランドを付けたものであったが徐々に IBM の開発による 独自の部分が増えていった。IBM でパーソナルコンピュータを開発するために集まったタスクフォースはオペレーティングシステムを含む重要なコンポーネントを社外から導入することを決めた。すべてを社内で開発するという IBM の伝統を打ち破った。この方針は IBMPC が業界標準となり、ついで IBM 自身の手から主導権が創出した。 原因となった重大な決定である。しかし、この決断は、時間を節約する、必要性から仕方なくなされたものだった。オペレーティングシステムの導入元として、マイクロソフトが選ばれた。IBM は、マイクロソフトが開発したソフトウェアについては、マイクロソフトが、所有権を保持すべきだと考え、若干の示唆を与える以外にマイクロソフトを助ける、つもりもなかった。 タスクフォースの一員だったジャック・サムズはその理由は社内にあった。我々はある人々に彼らの所有物を盗んだとして訴えられるという問題を抱えていた。こちらのプログラマが他社のソースコードを見た場合、そのプログラマが IBM に戻ってきてそのソースコードを利用して儲けたと言われる可能性があり、結局非常に高くつくかもしれないと恐れた。我々は そのような一連の訴訟で負けており、他社が所有する製品の開発に、IBM が手を貸すということをしたくなかった。だから我々は、マイクロソフトに行き、彼らが、自らの製品として開発してほしいという立場を、明らかにしたと述べている。IBM は1980年7月に初めて、マイクロソフトに接触し、調査した。 翌月も交渉が続き、最終的に契約が結ばれたのは11月初めのことである。マイクロソフト社内の文献によれば、ドスの最初のバージョンは IBM に1万5000ドルでライセンス供与された。マイクロソフトはライセンスの一部としてロイヤルティも受け取ったが、ロイヤルティの合意事項はいつも厳重に守られた秘密だった。マイクロソフトは シアトルコンピュータープロダクツから86ドスを当初はライセンス供与を受け後に買い取った。それをマイクロソフトの従業員ボブ・オレアが SCP 従業員ティム・パターソンの助けを得て IBM PC 向けに改造した。1981年2月、オレアは86ドスを PC のプロトタイプ機上で動作させることに成功。 86ドスは8インチフロッピーディスクから5.25インチフロッピーディスクに変換され、マイクロソフトの支援を受けて、IBM が書いた BIOS と組み合わされた。IBM で要求仕様を書いた人数は、マイクロソフトでコードを書いた人数よりも多い。オレアは、ボカラトンの IBM エントリーシステム部門で、やり取りしなければならない人数に、しばしば圧倒された。 8 6ドスは IBM PC ドス1.0とブランド名変更され、1981年8月に IBM PC と共にリリースされた。1981年末までパターソンは改良に取り組み、それが PC ドス1.1と呼ばれるようになった。大きな改良点はフロッピーディスクを両面に使えるようにした点で、 記憶容量が 160KB から 320KB に倍増した。PC DOS 1.1は1982年3月に完成。その後マイクロソフトのプログラマたちがハードディスクに対応した IBM PC-XT 向けに PC DOS 2.0の開発を始めた。最初の PC DOS 1.0がアセンブリ言語で4000行だったのに、 対して、2.0は2万行になっている。2.0は1983年3月に正式発表された。1984年3月、IBM PCJR が登場。PCJR の持つロムカートリッジと若干才能、あった、ディスクコントローラに対応した、PC DOS2.1 が動作した。 1984年8月、インテルの8286プロセッサを搭載した IBM PC-AT が登場。より大きなハードディスクドライブと高密度のフロッピーディスクに対応した PC DOS 3.0が動作した。1985年8月、IBM とマイクロソフトは新たに一からオペレーティングシステムを共同で開発する契約を結んだ。 当初アドバンスと DOS と呼ばれていたが、1987年4月2日、OS2 が、その共同開発の最初の成果として発表された。同時に、IBM は次世代のパーソナルコンピュータ IBM、パーソナルシステム2をリリースした。1988年7月に出荷された、PCDOS4.0 は、IBM 社内で試作された、DOS5 をベースにしたもので、 バグが多く失敗に終わった。その機能は後に OS2 に採用された。デジタルリサーチは DR DOS 5.0をリリースし、マイクロソフトに対抗しようとした。それに対して、マイクロソフトはまだ存在しない PC DOS 5.0を発表し、急ピッチで開発を進めて対抗した。PC DOS 5.0は IBM とマイクロソフトが コード全体を共有した最後の DOS であり、o s 2 0にも組み込まれ、後に Windows NT の仮想 DOS マシンのベースとなった。分裂の際の条件に基づき、IBM は自前の DOS を保持できることになり、DOS の開発を続けた。また、OS2 上で Windows アプリケーションが動作する機能も保持できることになった。Microsoft は、 DOS の範囲を限定し、OEM 版ディスケットには MS DOS&Additional Tools と2つの製品が含まれていることを明示していた。IBM は独自のエディタや隠しツールを同梱した自前の DOS をリリースした。最終的な分裂は PC DOS6.30 以降である。PC DOS6.30 は PowerPC 版 OS2 にも使われた。 ボカラトンが閉鎖される前に、リリースされた最後のバージョンである、PC DOS 7.0はサー準拠機能を追加し、DOS 版の古いツールの大半を削除した。PC DOS2000 はオースティンで開発された。IBM は、PC DOS のコードを、サーバのブートディスク用に使い続けている。1993年まで、PC DOS は、 MS-DOS のブランド名を付け替えただけのものだった。MS-DOS6 が同年3月にリリースされ、IBM 独自開発の PC-DOS6.1 が6月にリリースされ、両社は決別することになった。PC-DOS からクベーシックがなくなり、エディタも独自の E- エディターに置き換えられた。同年12月には PC-DOS6.3 がリリースされている。 1994年11月、PC DOS 7をリリース。プログラミング言語 REX を追加し、フロッピーディスクの新フォーマット XDF をサポートし、1.44MB から 1.86MB に容量を増やした。商品としての最後のリリースは、PC DOS 2000で組み込みシステム市場などで使われた。PC DOS 7をベースとして、2000年問題に対処している。 その後も FAT32 対応などを行った7.1が開発されたが商品としてではなく、保守部品的な位置づけである。シンクパッド製品では、今もレスキュー及びリカバリーパーティションのために、PC DOS の最新版を搭載している。IBM は日本では日本語表示の、ため日本独自仕様のマルチステーション5550を発売し、その OS 名称は、 日本語 DOS で 24. ドットフォントであった。1984年の IBM JX も独自の日本語モードと日本語 DOS だがオプションの英語モードでは PC DOS 2.0を使用して IBM PC のソフトウェアを使用できた。1989年の IBM DOS J4.0 からコマンドで英語モード IBM DOS 4.0互換に切り替え可能となり さらに IBM DOS J4.0V では専用の日本語用ハードウェアを必要としない新しい日本語モードである DOS V が発売された。各バージョンでの PC DOS とこれらの日本語版 DOS の対応表は以下の通りありがとうございます。